東京クラシックが近づいていますけれども、うん、はい、ヴェルディ対町田ということでどういうふうに思ってらっしゃいますか。まさしくその試合を象徴する男が俺じゃないかなと思うんですけども、町田出身であり、ヴェルディに育って、ヴェルディで J リーグをプレーしたということを考えていくと、まさしく俺かなと、試合以上に僕が象徴的な存在になるんじゃないかなと思いますけどね。だからどっちを応援するかというのは困ってしまいましたけどね。いろいろやっぱりその知名度的にはですね、まあ、やっぱり町田の方がちょっと全国的にはあまり知られてないと思うんですけど、うん、やっぱりサッカーは盛んなところなんですね。そうですね、J の出身、J の地域出身者で考えたとしても多分町田は上位に入るぐらいの J リーグの選手を輩出している町でもあると思うので、そういった意味では、まあ、J のクラブは浅いかもしれないけども、サッカーという意味では歴史深い場所ではあるんじゃないかなと思うので、ちょっと違うクラブカラーではあるかもしれないけど、いろんな意味でお互い有名ではないかなと思いますけどね、認知はされてるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあやっぱりその東京のサッカー関係者にとってはもう注目のゲームという形ですか。まあもちろん注目にはなりますけども、そこにはその、こう日本のサッカーを支えてきたやっぱ上手さだったりとか歴史だったりとかっていうのが両チームにあるっていうこと、まあ、この辺のこうコアな部分っていうものにもっと注目してもらうっていうこともこのダービーの価値ある部分ではないかなと思いますけどね。そして試合当日には北澤さんもプレーされるというふうに聞いて、多分プレーしますね。いろんな意味で予想外のことがたくさんあるのでプレーできるかどうかわからないので、そのつもりで準備します。はい、じゃあ最後にサポーター、それから、まあ、関係者の方にです、ね、一言お願いします。予想以上に多分いいプレーができないと思うので、とにかく応援していただければと思います。当然僕らの試合がその次につながるヴェルディ対町田の試合がこういい雰囲気で入れるようなゲームができればと思いますし、我々 OB は僕はどっちにとってもなんですけど、特にヴェルディにとっても何がどうあっても応援して支えていき、いい結果につながるようにやっていければなというふうに OB みんなで応援しています。頑張ってください。ありがとうございました。